止まった？あ、大丈夫？オッケー。ちょっと門の方がいるんで書きますね。皆さん無音だったら言ってくださいね。はい、ありがとうございます。あ、動いとる。あ、動いとるな、よかった。はい、ありがとうございます。モテオの王冠が乗っちゃったやつ、ありがとうございます。コココココン、マリケンコの王冠、ありがとうございます。お勉強の日が、今日はお勉強はしません。お勉強はいいです。はい、ありがとうございます。セトマのクラブ、ありがとうございます。コココココン、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ちょっとしない。あのね、午前中と午前中にした。タカさん、ありがとうございます。コン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 、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。コン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 、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。コン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 、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。プロファイシーちゃうわ。ハート、ありがとうございます。それでは、ですね、コココココン、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。と、トリオゼロポチの収録をしてきたんですけど、今日じゃないですよ。この前、夜配信でき、もう、解禁、情報解禁されたので言うんですけど、タコさん、ありがとうございます。お、名前書くのは、書いちゃった、ごめんなさい、間違えて書いちゃった。めっちゃいつもの癖で書いちゃった、ごめんなさい、気をつけます。コココココン、マリケンコのアクワン、ありがとうございます。そう、トリオゼロポチの収録をしてきたんですけど、どう？結果は言えないですよ、結果お楽しみに。これでやっぱ桃田間違い、ごめん、気をつけます。これはゼロポジションは何を言っていいんだろうね。そう、この前夜できなかった日の時に収録をしてきたんですけど、見せてくれ、それは無理です。それは無理です。劇場でやったんです。はい、久しぶりにふーちゃんとみっちゃんと会えて嬉しかったです。あと、その日にもうね、お誕生日の時におるさんからリュックをいただいて、もう口チャックだよ。なんか誕生日の時にね、おるさんからピンクリュックをいただいたので、ゼロポジションの時にね、収録の時にそのリュックをしょって言ったら、なんかおるさんとリュックが色違いで嬉しかったです。おるさんがくれたリュックだったので、色違いで嬉しかったです。井上ルカさんです。そう、おるさんが黒のリュックで、モーがピンクのリュックで嬉しかったです。こちら持っていったら、放送をお楽しみください。もう一個いっちゃうとすぐ全部いっちゃう、そばが。何か内緒事をするのがすごく、もうは苦手なので、すごく苦手なので、一個いっちゃうとすぐいっちゃうので、はい。なので、できる限り、お口チャックです。なぜ後継地が、それは解禁されてるもんね。それはいいよね。そう、なんか、ご褒美、なんか、達成、まばたきの6分間達成できたら、高級、なんか、豪華お取り寄せグルメがもらえるんですけど、それで、そう、ももたちが欲しいって言ったのは、高級いちごです。タカさん、ありがとうございます。と、それで、ももたち、みっちゃん、ふるちゃんと、ももの3人の、チーム名？チーム名は、デコボコチキンフレンズです。どうぞよろしくお願いします。これも解禁されちゃうもんね。このデコボコチキンフレンズという
という名前の由来は名前の由来は何だったっけ、最初なんか LINE で話してた時にね、なんかふーちゃんがデコボコデコボコフレンズみたいなふーちゃんが最初デコボコフレンズっていうのを案に出してくれて、これね、デコボコは聞いてね、デコボコは年齢の年齢が13、19、22だから、そう、年の差があるので、それのデコボコで、チキンは、チキンは初めて、みっちゃんとふーちゃんとコラボ配信をした時に食べたあのチキンが美味しすぎたので、それのチキンで、フレンズは、まあ、そのままです。なので、あの、デコボコチキンフレンズです。これからもどうぞよろしくお願いします。そいつのチキンがそう、あのね、食べたチキンが衝撃的に美味しくて、衝撃的に美味しかったので、モンは、チキンをね、どうしても入れたくて。チキンをどうしても入れたかったので、なんか LINE でね、入れたい単語はあるみたいな話した時に、チキンはどうしても入れたかったです。コン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 、パリケイコのオークボン、ありがとうございます。ということで、そういういろいろ話した結果、ドコボコ、デコボコ、デコボコチキンフレンズになりました。はい。はい。皆さん覚えておいてください。食べるチキンね、何のチキン？コケコッコーの？ドコボコ、デコボコ。はい、皆さん覚えてください。デコボコチキンフレンズ。はい、もう一度言います。デコボコチキンフレンズです。よろしくお願いします。なぜイチゴ、なぜイチゴだか3人で話し合った結果イチゴになりましたえ、なんでだろう、なんかみんな見事にイチゴになったハートありがとうございます。思いましたか、ありがとうございます。そう、ブログにもデコボコチキンフレンズの3人の写真をあげたので、皆さんぜひ公式ブログ見てください。上がってるかな、もっと食べてた、内緒内緒、上がってた、ブログ見た方いますか、高くて甘いやつ、いちご、うん見てない？え？ブログまだ上がってないかな？あとで見ます。ありがとうございます。え、まだ上がってない？そうか。まだ上がってないか。5時ぐらいに送ったんですが、まだ上がってない？じゃあ、ブログがアップされたら、ぜひ見てください。3人の写真です。なので、よろしくお願いします。僕たちはデコボコモモフレンズです。ゴーミチキンじゃないの。イチゴにしたよ。はい。なので皆さん、ぜひ見てください。はい。収録はとても楽しかったです。放送日をぜひお楽しみください。次次6月2日の次ね、次の話はかりますよ。タコさんありがとうございます。次です、2個目、6月2日に東海テレビさんで SKE48 は君と歌いたいっていうのがあって、それに出演させていただくんですけど、6月2日ですよ皆さん、メモ紙とペンを用意して、いきますよ。6月2日東海テレビさんの21時54分から22時まで放送されます。よろしくお願いします。ほう、映らない、あ、そうか、東海じゃない、何、東海じゃない方、映らないのか、あ、そう、保健さん9期研究生の13歳の平野桃奈です、よろしくお願いします。ほう、すごいね、菅田さんとか谷さんとか
あとおるーさんとかさきぽんさんとかおるーさんと2回言ったね。おるーさん、北野るかさん、みっちゃん、ももっていうメンバーなんですけど、そこのねすごいすごいメンバーに入れてもらえて、そうすごいメンバーの中に研究生1人入れてもらえてすごく嬉しいです。なので皆さん6月2日はぜひお見逃しなくお見逃しなくぜひ見てください。ごめん、おるーさん2回言った。ごめん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 。北野るかさんとおるーさんです。東京見れない涙、え、そっか、東海だから東京は見れないのか。漢字は最初同じなのにね東海のとことさ、東京のと同じなのにね、ねなんで皆さん、ぜひご覧くださいご覧ください見れません。東京、東海地方じゃない方見れないのか。そっかじゃあどっかでやれないのかな。名古屋の、名古屋、ここの東海三県の方はぜひ見てください見てください。あとはどこまで行っていいかよくわからないので、あとは放送されたらちゃんと言いますねもうどこまで行っていいかわからなくてさ、変なこと言っちゃうとダメだから、あとりあえず見てください見れる方は見てください。引っ越しますそれだけで申し訳ない、イノセンスなわけないやんくまさんありがとうございます。もうこれ以上言ったらもう全部いっちゃうから、もうちっちゃく、え、なんか前ねこういうね罰のねなんか作ったんだけどなくなっちゃった。はい、ここからはちっちゃくです。とりあえずトルドゼロポイズと SK48 は君と歌いたい、ぜひ見てくださーいモータンさんめっちゃ人で聞けそう。もうさめっちゃさ軽くペルペルって喋っちゃうから喋らないように。え、ブログ上がった、おー、皆さんショールームと大富豪が終わったらぜひ8時半から見てくださいショールーム終わって大富豪終わったら8時半から皆さんぜひ見てください。はい、よろしくお願いしますショールームよりでしょ、ショールームよりブログでしょパソコンとスマホがある方はぜひそっちでご覧ください。お口が変えるのもうすぐペラっていっちゃう内緒話、何、内緒話を隠すのがすごく苦手で、あれ番組表に書いてある、あれあれ書いてあるの、あれ、まあ、とりあえず、まあ、見てください。6月から朝配信、え、学校が始まると朝配信になる可能性はあるんですけど、劇場公演がないのでね、夜できるかもし、夜できると思うので、まあそれは今度そう、公演、劇場公演がまだ再開されてないので、劇場公演がなかったら夜やれます番組表がもらうし、何言い方言い方、夜だと見る、本当、わかりました、夜だけ出現します出現、朝は出現できないでしょか、お仕事かな。学校いつからか決まったら、学校は6月からです。多分ほとんどの学校そうかな、学校は6月からです。はい、あ、そう、もう一個あるもう一個ある、そう、大富豪の、ちょっと今日いっぱいあるんですけど、大富豪の、あ、何、全体の10位みたいなやつが今もう4位なんですよ。今変わってたらごめんなさいなんですけど、もう大富豪のね順位が今4位で、なんか昨日ねゴールデンベッドタイムに4位になって、もう朝になったら下がっちゃうかなと思ってたんですけど、4位で、今も4位かな、ポンポンポンってびっくりしたびっくりした。ももちゃんの SS 出て、お、じゃあデッキセットしてください、ほう、いいな、ありがとうございます。今も4位、本当に皆様
たくさんありがとうございます。6月まではあと9、29、30、31、3日韓国ライあります。あと3日間、ぜひ皆さんよろしくお願いします。いいな、ありがとうございます。もうびっくりした。このまま10位以内をキープできるように皆さん応援、最後までよろしくお願いします。本当にやってくれてありがとうございます。それではテロップ、じゃん、378日、ありがとうございます。今日はDMM で青春ガールズ公演、6月10日の、そう、6月10日のファンの方のおかげ、そう、本当にありがとうございます。6月10日の青春ガールズ公演と、昔の、そう、めっちゃすごい昔の逆上がり公演を DMM で見ました。これがテレビで、これがモモです。これがテレビね、こっちがモモ。花束ありがとうございます。腕立てじゃない、これが逆上がりしてる。めっちゃ大きいね、こんな大きくないよ。逆上がり公演も見ました。マリコさんとかフラータさんとか木本カノンさんとかたくさん出てました。テレビの画面違って、なんか逆上がり公演だから逆上がりの絵描いただけ。はい、378日、ありがとうございます。すごい、365日からもう何日経った、めっちゃ早いよね。高速でテロップを変える技、じゃん。今日はモモタンスゴロスゴロスゴロ、間違えた、もう一回。今日はモモタンスゴロクをしたいと思います。イエーイ。今日はですね、モモタンスゴロクです。こちらをご覧ください。てて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 、はい、見えるかな、ちょっと待って、ふん、見える、はい、こんな感じです。え、これさ、書いてあるの全然見えんね、文字は。本がありますね。今日はこちらのモモの手作りの6だけ数字になっちゃいました。ここがいつもショールームやってるところなので、今日はこのスゴロクでここを使ったので、今日は勉強机で配信をしました。はい、いつもここがショールームしてるところです。それでは今日はスゴロクをしていきたいと思います。ルールは簡単です。まずサイコロを振ります。4が出たら1、2、3、4と進んで、ここにいろんなものが書いてあるので、例えば、振り当てクイズだったり、ビンゴで出た方に質問をしてもらったり、質問をしたりとか、そういういろんなものがここに書いてあるので、スゴロクで止まったお題みたいのをやるということです。スゴロクみたいなやつです。わかりましたか。はい、ありがとうございます。最初含む、うん、もうが頑張ってテープで貼っ付けました。テープで画用紙を貼っ付けました。頑張って、皆さんわかりましたか。はい、まあ、とりあえず1回戦でやります。ここがスタートです。ここでサイコロを回しますね。それでは
ましたか？今からサイコロ振って、例えば3と2が出たらかけて、3も3、2が6位の方に進もうとか。いいですか？それでは今からサイコロ2回振ります。せーの、1回。うわ、 6 と4 6 4 24ということで24番の方です。6だけない数字なんだ。書いちゃった。はい、20×3もできるよ。24番の方に質問をしたいと思います。24番の方、自分でわかるかな。いたら返事をしていただけると嬉しいです。24番の方、惜しくないだって。どういう方だろう。いますか？ちょっとお名前をすることができないので難しい。あ、そうです、金の運丸丸のアバターの方です。それでは質問をしたいと思います。じゃあしっかり質問しますね。この前ゼロポジの収録の時にもう、まあ夜ショールームをやらなかったんですけど、その時に夜のショールームをやらなかった時間に誰か他のルームに行きましたか？正直にお答えください。はい、正直にお答えください。はい、ほらギクって言ってんじゃん。怖くないよ。ちゃんとその方のねことを知るためにね、行きました。星集めで行ったんだよとかみんなじゃん。いつも言ってます、みんなめっちゃ正直じゃん。はい、でも一旦モモのショールーム今日来てくれてありがとうございます。次。ライブしててありがとうございます。はい、それでもモモのショールームに今日来てください。ありがとうございます。それでは3回目いきます。せーの、
またビンゴ回します。はい、40位の方、ございます。うまい。エレクナ。いるかいないかわかんないけど、ありがとうございます。ありがとうございます。送ってください。これよ。これよ。はい。ありがとうございます。授業中手紙ハートにした。これよく作るよね、小学校で。まあ覚えてた。はい、はい、それでは次こっからいきます。今日も何回かな、最後に振るの。はい、それではいきます。せーの、 6! ゴールぴったりじゃないとゴールできないっていうルールね。せーの、します。1、2、2が出ればゴール。2が出ればゴール。それ以上出たら戻ります。せーの、3、1、2、3。うわー、ここちょっと見えないね。ここには漢字の問題、やばい、漢字の問題読めなかったらスタートに戻るというマスに止まってしまいました。漢字の問題が読めなければスタートに戻ってしまいます。はい、それではそれでは B がね、漢字の問題を出してくれる方を当てたいと思います。ゴールはここです。見えないね。ゴールね、ここ。あ、見え、はい、もうが読む、いまーす。お手柔らかに。あれ待って、さっきの番号のやつが見ちゃった。ハートありがとうございます。好きだけどね。76番の方いるかな。はい、76番の方いますか。アバターでこの中から探すのめっちゃ難しい。76番の方、自分でプロフィールでわかるかな。パソコンでは見れないと思うんですけど、読めないね、なんか読めない感じの方、感じっていうかなんか読めないね、なんか。76番の方いますか。人魚のアバターかな、外国の方かな、外国外国の方かな、英語、今すごろくの、英語はできない、なん What? 今いますか。いらっしゃいますか。愛探してます。いないかな。カウントダウン、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あー、タイ語は喋れないな。いなかったので、それでは次いきますね。日本語でもおかしい。うっそー。あ、落ちちゃった。あ、日本語でも。
セブン。なんか連番っていうの？何？七七。七七の方いますか？77番の方です。77番の方です。はい。いますか？77。はい。いますか？77番です。はい、これです。77番のが、あ、7と勘違いしちゃった。ごめんね。ごめんね。はい、77番の、これ見つけるの難しいね。見つけるの難しいね。いますか？これ見つけるのがすごく難しい。いますか？いた？いますか？いたら漢字の問題をももに出してください。いないかな？いなかったら寝ないで。そうしようかな。カエルが泣いてる。まあ、毎日です。いないかな？なんか女の子のアバターの方いる。すごい。自分です。そう、 あの青い女の子のアバターの方です。ママにお手柔らかに漢字の問題を出してください。それでママがスゴロクのスタートに戻るか戻らないか決まります。大事ですよこれ。ぜひママに漢字の問題を出してください。中学2年生なので、習ったやつでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。出してください。あれ、いなくなっちゃったかな。あれ、いるかな。あ、これは読める。餃子。餃子でしょこれ。ありがとうございます。餃子でしょ。イエーイ。餃子はさ、なんかさ、よくさ見るスーパーでなんか安い、安いよ餃子が安いよみたいな見る。餃子という字をよく見ますので、はい、スタートに戻らなくて、イエーイ。いい。はい、次行きます。行きますよ。優しい方でしたね。ありがとうございます。せーの、3、1、2、3、次。待って、これ永遠とゴールできんよ。1。あー、またか。あ、またあの漢字の問題のマスに止まってしまいました。また漢字の問題を解かなければスタートに戻ってしまいます。それでは引きます。そこに36番の方いますか？36番の方いますか？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 36番の方です。いますか？いたら返事。はい。みんなコメントでたくさん、俺、そうです、俺です。こういううさぎの方いますね。はい、じゃあモモにお手柔らかに漢字の問題を出していただけるとありがたいです。漢字の問題を出してください。これ待って、これ秋、秋じゃないこれ。なん、ごめん、スイカ？
です。え？待って。え？何？秩序？そんなのは知らない。秩序？何それ？何それ？誰ですか？はい、今62位の方に聞きたいと思います。あれ、あ、じゃあ名前からね来てくださってるので、ピンクの丸々のアバターの方は多分モーのことが好きだと信じますね。信じますね。モーのことが好きだと想定して問題を変えます。もう変えますね。モーのことをいつ知りましたか。はい、もう多分ね、モーのことを好きだと想定しますね。いつモーのことを知りましたか。もうちろん。でしょ。あ、ショールームで。おー、ほらやっぱモーのこと好きじゃん。ほらやっぱモーのこと好きじゃん。ショールームでありがとうございます。じゃあこれからもショールーム見れるとか見てください。はい、ありがとうございます。この質問いいね。それでは行きます。1、待って、これイエットボールできないよ。あ、取れちゃった。みんなに謎々を出します。待って、これ永遠とボールができないよ。それでは今からみんなに謎々を出していきたいと思います。え、でそうだよ、今気づいた。うん、なんかすぐゴールできると思った。一緒でゴールできると思った。はい、それではいきます。ウリはウリでも足の下が好きなウリってなーに。はい、ウリはウリでも足の下が好きなウリってなーに。お答えください。出してどうすんの。みんなに答えてもらいます。はよ、待って、はよ。え、なんでわかる。早っ、キュウリ、うん、早っ、ゾウリ読めぬ、読めん、ひらがなで。はいや、早っ、なんでわかる、なんでわかった、惜しい。惜しい。ちゃう。おしりかじり虫、惜しうり、コメントでわかった。はい、正解はゾウリでした。ゾウリ読めた。うん、でもこっちの答えにひらがなで書いてあったから分かった。はい、正解はゾウリでした。はい、次。はい、次、みんな行くよ。せーの、いただきたいと思います。はい。みんなから質問をしていただきたいと思います。別に質問じゃなくてもいいよ。モーのことが大好きですとか、モーナちゃん可愛いですとか、モーナちゃんは優しくて好きですとか、モーナちゃん好きですとか、モーナに言いたいことでもいいし、モーナに質問したいことでもいいので、何でもいいので今から温かく言ってください。
ももちゃん可愛いですもん、いいよ。はい、44番の方。はい、44番の方いますか。小屋バタの方。こう小屋バタの方。ピンクのまるまるのアバターの方ですね。ありがとうございます。ごめん、間違った。ピンクのまるまるのアバターの方。ももに、ももに言いたいことだったり、ももに質問したいことだったり、よろしくお願いします。どこ見てた？全然違うとこ見てた。ごめん。はい。はい、ももに、まあ、言いたいことでもいいですよ。質問したいことでもいいですよ。どちらかよろしくお願いします。パンパンパン。好きな四字熟語は何ですか。待って、それ難しくない。もう知ってる、唯一知ってる四字熟語でいい。喜怒哀楽です。なんかね、宿題でやってるの今覚えてるの。喜怒哀楽です。喜怒哀楽は楽しい気持ちや悲しい気持ち、喜んでいる気持ちや怒っている気持ち、いろんな意味が込められて喜怒哀楽と言います。しゃ、解けた。武井さん、9期研究生の13歳の平野桃田です。よろしくお願いします。9期正解を間違えたの。はい、それではいきます。せーの、ですね、2マス戻りまして、もう一回さっきのもう一度さっきの、待って、言い合うと絶対終わんないんだけどこれ。さっきのまた、みんなに言いたいことだったり、ももちゃん可愛いですねとか言いたいことだったり、質問だったりしていただきたいと思います。一生終わんないよこれ。74番の方。74番の方いますか。ゴールする気ないです。サイコロさんがゴールする気ないんだよ。モモはね、頑張ってるんですけどね。74番の方いないかな。いますか、いますか、いますか。いないかな。それではじゃあ10秒前カウントダウンしますね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。 Oh my god。 じゃあこのビンゴをやってから聞きますけど、このまま今からこれをまあ、53分ぐらいまでやるか、今から昨日歌うって言ってた、あ、出た、未来が目にしみるを歌うか、太田かこっちか、どっちがいい？ねえ、どっちがいいと思う？どっちがいいと思う？あれ？どっちがいいと思いますか？あ、太田？おた？じゃあ最後の方いきますね。86番の方、ももに言いたいことを教えてください。86番の方です。言いたいことだったり質問だったり、これをしたらもうスゴロクはゴールにたどり着けません。なんでこっちからちょっとずるゴール。いますか。え、ないかな。いないかな。いますか。ずらか。あ、いますね。じゃあももに質問したいことだ、木のうまるまるのアバターの方です。ももに言いたいことだったり、ももに質問をしたいことだったり、ももちゃんかわいいとか何か
質問だったり言いたいことだったりよろしくお願いします。誰もありがとうございます。結婚してくださいってコメントがまあちょっと年齢が年齢が、はい、金のうまるまるのアバターの方よろしくお願いします。どんな大富豪のスタンプにしたの？それは企業秘密。それは電話でお楽しみに。はい、ありがとうございます。はい。それでは今から勉強受験に戻ってお歌を歌っていきたいと思います。はい。スゴロクはもうゴールができません。ナイスなの。はい、それでは あった。はい、それでは今からもうあれはもう無限です。あのスゴロクは漢字が読める方だったら、まあ、一瞬で終わると思うんですけど、本は漢字が読めないので一瞬で終わります。待って、ダウンロードができないよ。待って、ダウンロードができないよ。早くついてよ。ねえ、これさ、どうすれば永遠とつかないんだけど。ねえ、未来が目にしみる。永遠と歌えないよ、もう。あれ？永遠とダメじゃん。なんで？え？なんで？おい、未来が目にしみるさん。あれ？あれ？時間がやばい。できないよ。待って。ねえ、激おこぷんぷん丸スゴロクでズルしたからか。永遠とできないよ。ブルーマが目にしみる。しみないよ。できないのでズルの世界。明日歌いますね。もう永遠と歌えないよこれ。サビだけ歌いますね、じゃあ。目にしみてもちゃんと見ろよ、どんなあれが未来なんだ、目をそらすな、すべて受け止める。待って、やば、アコペラだとさ、下手なのバレる。涙が